になります。まあ、セキュアネスタイルというのはですね、ダンジョンスタイルの中に、待たせることができる機能なんですけども、静か。ですね、そもそも正規予言っていうのは何ぞやということなんですけども、実は正規予言っていうのは CS の3から搭載されまして、検索と誓うっていう機能、編集メニューの中にあります検索と誓うという機能に、こちらですね、CS3 から追加された機能です。要は正規予言っていうものを使って、まあ、検索や誓うを行えるというふうになった機能。ちなみに CS3 ではですね、正規予言っていう名前がこうグレップって書いてありましたので、注意してください。 CS4 からは正規予言という名前に、変わっております。で、使ってる方は分かるかと思うんですけども、正規予言というのをですね、まあ、ちょっとウェブなんかで見てみますと、まあ、このように書いてありますね。まあ、文字列のパターンを表現する表記方法を書いて、文字列の検索誓いを行うときに利用されますと。例えば、まあ、通常の文字やメタキャラクターと呼ばれる特別な意味を持った記号を組み合わせて表記される。で、例えば数字の0は当然検索する0っていつかと思うんですけども、数字0から9まで全て検索したいという人が1個ずつ0、1、2、3というふうにやっていくのではなくて、数字というメタキャラクターを使うことで一気に検索をして、ヒットさせることが、まあ、そういうものだと思ってください。そういった種類であったりとか位置、そういったものをこの正規表現を使うことによって表現することができるようになっております。で、例えば、まあ、今回例としてご用意したのがこんなテキストなんですけども、金額の部分、末尾に円がついた金額の部分だけをちょっと目立つように、文字スタイルをなんか適用 したいというようなケースがあったとします。で、昔のパターンですと、一つずつですね、こうテキストを、まあ、選択をして、文字スタイルを、まあ、あらかじめ、ね、文字スタイルが作ってあるんですけど、文字スタイルをクリックしてこんな形でですね、手作業でね、こうパチッと、まあ、やっていたんじゃないかなと思うんですけども、 CS3 の中ではその検索と誓うの中に正規表現が使えることによって、こんな形で検索と誓うが可能になりました。ちょっとね、やってみたいと思います。もうあらかじめちょっとね、こちらに仕込んであるんですけども、まあ、検索の文字列に、こんな形でね、なぜかっていうのはちょっとね、ここでは詳しく説明しませんっていうか、私もね、正規表現そんなに詳しくはないので、詳しくはぜひね、皆さん調べて勉強していただきたいなと思うんですけども、まあ、要は数字やカンマが、まあ、いくつもつながった文字列があって、まあ、次に円というね、文字が入力されているものを探しなさいと。で、そういった文字列に対して今回ここでは、レッドという名前を付けていますけども、レッドという名前の文字スタイルを適用しなさいよというふうに指示を出しています。なのでちょっとね、これをよいしょ、このストーリーに対して一気に時間をしてみたいと思います。はい、どうぞですね、検索を完了しました。4個近づきましたよというふうにできます。で、見ていただくとこんな形でね、4箇所ね、検索時間が、まあ、実行されたという形で、 CS3 なんかだと、まあ、こんな形でやってる方もいらっしゃったかと思います。ただですね、この、まあ、不便なところはですね、後から編集した文字に対しては適用されないという部分です。例えば、適当にはこの辺ですね、数字をまあ入力しましょう。200円と、ね、当然200円の部分は赤字になってませんよね。これはまた後からまた手作業なり検索時間なりを行って、文字スタイルを適用しなくてはいけないという形になっています。ところがですね、 CS4 では正規表現スタイルというのが使えるようになりましたので、こちら、もうあらかじめね、その正規表現スタイルを適用した文字列を用意してあるんですが、よいしょ、これ A という名前の段落、まあ、スタイルを今仮につけております。ちょっと中身を見ていきます。ちょっと、まあ、正規表現スタイルというのが新たに追加されておりまして、よいしょ、この形、テキストというところに、まあ、こういうふうに記述をしておりますが、
要は数字の、羅列プラス円っていうのがマスに来るものに対して、文字スタイルレッドを適用しなさいよという制御権を、用いています。これを大学スタイルの中に制御権スタイルとして持たせることによって、先ほど同様の方法ですね、まあ、すでに適用されているんですけども、このような形で、金額の部分だけを、まあ、文字スタイル付けすることができる。でこの方法の場合ですと、後から入力したテキスト、ちょっと今ね、入力をしていきます。例えば200円ですね。まず200円って言った段階でまだ黒いままなんですよね、文字が。ところがここに円というふうにですね、入力していただくと、もうその段階で自動的に文字スタイルが適用されるという形になってですね、後から編集したり追加したりしたテキストに関しても、自動的にその設定した文字スタイルが適用されるというのが、これは正規表現スタイルになってます。非常に便利なのでぜひ、ね、仕事に活用していただきたいなと思うわけですけども、この制御スタイルはですね、1つではなく2つでも3つでも、好きなだけ設定が可能になっています。ちょっと下の、ね、テキストの方は青いフォントですね、文字スタイルが適用されたものがあるんですけども、これはどうなっているかといいますと、先ほどの、レッドというスタイルのものに追加をして、このブルーという名前の、ね、文字スタイルを制御権スタイルとして、設定してます。でこれは何を設定しているかといいますと、いわゆる黄金とか数字は全てこのブルーという名前の文字スタイルを適用しなさいよというふうにここで適用していますので、見ていただくと、まあ、数字や黄金のところが青い字になっていると。でですね、これも優先順位も、ね、変えられます。ちなみにですね、優先順位この三角マークがあるので、これをねクリックすることで順位を入れ替えられますので、例えば、まあ、入れ替えていただくとね、先に青が進んでいるところが青字になって、まあ、A が進んでいるところが残りでは赤字になるという形で、まあ、そういったね人にも可能です。でカンマがね赤いじゃねえかというツッコミはなしにしていただいて、まあ、そういう時はここにカンマを入れていただくと、まあ、こんな形で、じゃあ、カンパも青になるんですけども。まあ、いくつでもこういう設定ができて、優先順位もつけられるというふうになっています。一応、これが正規表現スタイルだというふうに理解をしています。